第29回四万十川ウルトラマラソン今スタートしました。四万十市と四万十町を舞台に昨日4年ぶりに開催された四万十川ウルトラマラソン。100キロの部と60キロの部に全国46都道府県から合わせて1963人のランナーが参加しました。ナイスランです。頑張ってください。頑張ってください。声援を受けながら四万十川沿いを懸命にかけていくランナーたち。100キロコースの中間地点にあるハゲチンカ橋では美しい景観を楽しむランナーの姿も。しかしスタートから70キロの給水所では調子は涼しいからまだ走りやすいんだ。今日今しんどい楽しんどいでもめっちゃ楽しいですね。コーチ最高です。ありがとうございます。頑張ります。すっかりバテ気味のランナーもいましたが、沿道の声援やコスモスが揺れる旗地の風景に元気をもらいながらゴールを目指していました。楽しかったね。あの四万十川がめっちゃ綺麗で、上りでちょっと15キロ付近きつかったんですけど、あの綺麗な景色いっぱいあってとっても楽しかったです。はい、高知好きなのでまた来たいです。沿道の応援も多いし、あの地元の方の声援が本当に励みになります。もう来年30回大会なんで、ぜひとも出てみたいと思います。はい、1963人が参加した今年の大会、100キロを完走したのは1073人、60キロを完走したのは457人でした。